写真。ええ、別にどうってこともありません。ええ、金払いの良さそうな若造です。ええ、その晩俺は桜組の大頭を引っ捕まえてめちゃめちゃに痛めつけた。痛めすぎて相手は喋るとこじゃなかった。それでおしまいさ。暴行、拘禁使用、汚職、刑務所行き、全てヤクザの思う粒にはまったわけさ。竹下も寸前のとこでクビになるとこだった。その竹下がな、俺が散々迷惑をかけた竹下が、俺が刑務所に行ってる間中親身に女房の面倒を見てくれた。肺病闇の女房を警察病院に掛け合って入院の手続きを取ってくれたのもあいつだし、東京へ移ってから毎月決まって送金してくれたのもあいつだ。安月給の平刑事がだぜ。もっともそれでも女房は死んじまったがね、竹下がね。水野。